第4部を終わりまして、次は第5部でございます。特別出演、三代目後継葉月綾之助こと若柳流慶次郎会会主若柳慶次郎でございます。過ぎ去った時が二人の胸に、言葉にできなくて見つめ合う、それも遠い昔のこと、遅れ毛に触れる風になれたら追憶。だけどあの日